これはアメリカ合衆国フロリダ州のバスコのザ・パーヒルズというところで2005年に撮影をされたものなんですね。これは1930年に建設されたバンガローなんです。撮影者は2000年の4月から2009年の1月までここに住んでいました。パッと見た感じはですね、ごく普通の写真に見えるんです。しかし真ん中の窓を見てください。ここにですね、古い時代ビクトリア朝の服装の女性が浮かび上がっているんですね。よく見ると笑っているように見えます。この幽霊はちょうど台所に立っているようで、ドアの枠が彼女の左の肩を隠しているような状態なんですね。撮影者がここに住んでいた時に時々女性の声とかカエルが鳴いているような音が部屋の中から聞こえていたそうなんです。そして彼女の飼い猫は台所に来るとなぜか敷居を踏まずに飛び越えていたそうなんです。この写真は食事の用意をしていた夕食の前の食卓を撮影したものなんですね。正面に鏡があるんです。私は今まで鏡に映り込んだ心霊写真というのをたくさん紹介してきたんですが、これもそうなんですね。一見すると何も映ってないように見えるんですけれども、明るく拡大すると黒いローブのようなものを着た人影が映り込んでいました。その腕たちはまるで死神のようなんです。なぜか顔の部分は虹色になってて見えないんですね。これは何を意味しているのでしょうか。この写真は遊びに来ていたボーイフレンドを撮影したものなんですね。スマホか何かを見ている様子をちょうど撮っています。しかしよく見ると窓の外に人影が浮かび上がっているのがわかりますね。その白い影は外からこの男性の様子を伺い見ています。通りすがりの浮遊霊なんでしょうか。はい、これはですね、撮影者のガールフレンドが住んでいるお家の屋根裏部屋を撮った写真なんですね。最初は誰もがこの写真について違和感を感じませんでしたが、後になってガールフレンドがベンチに人が座っていることを指摘したんですね。よく見ると白い霧状の霊体が撮影者の方を見て、カメラ目線の幽霊が映っていたんです。これはおそらく女性ではないでしょうか。長年ここに住んでいる幽霊が現れたものだと思われます。この写真はバンドの練習をしている夫を妻が撮影をしたんですね。一見普通の写真に見えるんですけれども、男性の後頭部を見てください。人の顔が浮かび上がっているんです。実は最近このバンドのメンバーでミュージシャンでもあった人物が交通事故で亡くなっていたんですね。そしてこの日は亡くなった友人のギターを使ってみんなで演奏して彼の死を悼んで集まっていた日だったんです。おそらく彼もこの場にいたのでしょう。これはですね、南米のアルゼンチンで撮影をされたものなんです。道路の脇を白い人影がふわふわと歩いていたので撮影をしたそうなんですね。幽霊なのかヒッチハイカーなのかという議論が海外で巻き起こりました。しかしよく見ると、この女性は足がないんです。しかも白い修道服のようなものを着ているんですね。これは白昼の中でさまよう幽霊が捉えられたものだと思われます。